皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、もう体に慢性の炎症を起こしちゃうから食べちゃダメっていう食品5つをご紹介したいと思います。以前の動画で体の老化は体に慢性炎症が起こるからだよ、だから慢性炎症を起こさないようにしましょうねっていうことをお話ししました。ちょっとね、見てない方はぜひそこからご覧になってください。とにかく慢性炎症を抑えたら体の不調もなくなるし、あとお肌も良くなるっていうことなんですね。じゃあ具体的に体を炎症にしないようにしたらどうするのっていうのは、まずは炎症をさせないようにする、そしてもう一つは炎症を抑えるようにするっていうことなんですよ。分かりやすく言うとですよ。じゃあこの炎症させないようにするためにはどうするかっていうと、炎症を起こさせるような食べ物を食べないように極力するっていうことがすごくポイントになってきます。もちろんね、その他には運動したりとかストレスを減らすっていうこともあるんですが、やっぱり生活習慣の肝っていうのは食生活なんですよ。なのでこの体の炎症を抑えるようなものを食べてしまうと、慢性炎症が知らないうちにどんどん進んでしまって、なんとなく体がだるいとか、一生懸命スキンケアしてるのになんとなく肌の調子が悪い、なんかくすんでるな、乾燥も起こるなっていうようなことは、この炎症を起こすような食品を食べ過ぎている可能性があります。なので一つ一つ解説していきますので、最後までぜひご覧ください。まず一つ目がオメガ6系の油になります。油？オメガ6何それって思う方いると思うんですが、油には2種類ありますよね。なんか固まっている動物性の油、一部ね、ココナッツオイルとかも固まりますけど、そういう固まる油と、どんなに冷たいところに置いても固まらないサラサラとした植物の油っていうのがありますよね。今回はこの植物油の中にのオメガ6、要はリノール酸と呼ばれるような油になるんですが、これが実は体の炎症を傾けてしまう食材になります。どうやって見分ければいいのかって言うんですが、皆さん台所に行ってご自身のお家にある油見てみてください。だいたいサラダ油とかごま油とか、だいたいあるものはオメガ6だと思ってください。逆にオメガ6じゃない油だけを覚えておいた方がいいというのは、油にはこのオメガ3、6、9っていうのがあるんですね。オメガ3はご存知の通りエゴマとか、あとはシソ油とか、そういったものになります。オメガ9っていうのはオリーブオイルとかになるんですね。こんな風に基本的にですね、皆さんがよく使ってる油っていうのはオメガ6が多いんですね。オリーブオイルってそのサラダ油とかに比べると結構お値段高めじゃないですか。実はオメガ6っていう油っていうのは大量生産しやすくって、かつ熱を加えても変化しない油なんですね。なので加工食品とかによく入ってます。ケーキでもいいし、あとお菓子でもいいし、あとはスナック菓子、あとなんだろうな、スープ、あのカップスープとかを見てみてください。そのラベルの後ろに植物油脂っていう風に書いてあるものは基本的にオメガ6だと思ってください。このオメガ6っていうのは体の中のアラキドンカスケードという炎症を助長するようなものを推し進めていて、体に炎症を起こしてしまうようなものになるんです。体の炎症を起こすようなものなんですけど、本当だったらそれと同じようにオメガ3系を取るとブレーキとアクセルみたいにバランスが取れるんですが、さっきお話ししたようにオメガ6っていうのは今世の中に多いんですが、オメガ3系の油っていうのはエゴマとか、あとシソとか、あとはお魚ですね、よく青魚に入ってる EPA とか DHA で、最近それの取るのが低くなってるわけじゃないですか。なのでそういったバランスから、とてもオメガ6ばっかりを取っていると体が炎症に傾きやすくなってしまうということになります。なのでお家で使うものを、例えば以前私がご紹介したオメガ3とオメガ6、9どっちも入ってるんですけど、3と9の割合が多くて、かつ加熱をしても大丈夫っていうようなカメリナオイルを使ったりとか、加工食品買うときにですね、その植物油脂っていうのが入ってないかとかっていうのを気をつけてみてください。続いてその流れでちょっと似ているんですが、2つ目はですね、加工食品になります。で、加工食品って何ぞやっていう方いらっしゃると思うんですけれども、その前にまず面白いね、研究をご紹介したいと思います。メリーランド州の臨床センターで行った研究なんですけれども、最初の2週間は超加工食品と呼ばれる加工がめちゃくちゃされている食品を食べてもらった。具体的に言うとベーコンとか缶詰だったり、あとポテトチップス、クリームチーズっていうようなものを食べてもらった。残りの2週間は最低加工食品と呼ばれるものを食べてもらった。
この最低加工食品のお肉、卵、あとは野菜とかオートミールみたいな雑穀を食べてもらったっていうのを同じ人に2週間してもらったんですけれども、面白いことですね、この2週間食べてもらったものは同じカロリー、超加工食品か全然加工されてないものかっていう差になるらしいんですが、同じカロリーにしたんですけれども、同じ人でもやっぱりこの超加工食品っていうものを食べた時のですね、体重っていうのは上がるし、満腹感を感じさせるホルモンっていうのが超加工食品を食べた時には下がるし、逆にグレリンという食欲を増してしまうホルモンは上がってしまう。同じ人ですよ、たった2週間前と2週間後なのにそういうふうな差が出てしまったみたいなんですね。やっぱりそのように、あの加工食品を食べるとですね、食欲が増すことによって食べ過ぎてしまうということだけではなくて、体の炎症を起こしてしまうということが分かっているんです。じゃあさっき言ったみたいに超加工食品って何なんですかって聞かれたら、この研究者が言ってるんですが、あなたのおばあちゃんが認識できない食べ物ですって言ってるんですよ。私の、あのおばあちゃんってあのカニメガさんっていう名前なんですけども、カニメガさんも確かにクリームチーズは知らないだろうし、多分ベーコンとかも意外とあんまり食べたことないなと思うんですよ。若いねおばあちゃんだったらですけど、うちのカニメガさんはもう98の時、私が小学校の時に亡くなっちゃったんですけど、やっぱりカニメガさんが知らない食べ物っていうのはやっぱり食べるべきじゃないなって思っていて、私もそれを基準に確かに考えているなと思いました。ポテトチップスだって最近じゃないですか、クリームチーズもそうだし、人工甘味料とかも全てそうですよね。なので超加工食品かそうじゃないかって見分ける時には、あなたのおじいさんとかおばあさんが分かる食べ物かどうかっていうのと、あとは素材が連想できるものを選ぶようにしてみてください。最低加工食品は卵とかお肉とかなので、やっぱり素材そのまんまで食べれるものが最低加工食品なので、超加工食品を食べているとやっぱり肥満を引き起こして、それが体の慢性炎症につながってしまいますので、できればその超加工食品っていうものは避けるようにしてみてください。続いて3つ目はアルコールになります。お酒は百薬の長って言うじゃないですかっていう方もいらっしゃるし、少量だったら体にいいんですよねっていうこともよく言われます。確かに昔はね、 J カーブといって全く飲まない人よりも1号とか2号ぐらいちょっと飲んでいる人の方が死亡率が下がるので、こう J で飲みすぎちゃうとまた確かに死亡率が上がるから、こう J カーブって呼ばれているから、ある程度お酒はいいですよっていうことが以前は言われてたんですが、実はもう一回実験というか、その研究をし直したら、やっぱり J じゃなくて、まあ、右肩上がりというか、全然飲まない人の方が死亡率が低いということが分かったので、まあ、私もねお酒好きな方ではあると思うんですが、残念ながらちょっとだけ飲む人よりもやっぱり全然飲まない人の方が体の炎症を起こさないとか死亡率は減るんですよ。でやっぱりアルコールっていうのは過度に飲んでしまうと、その炎症を引き起こすようなホルモンをやっぱり出してしまうということになるんですね。炎症を起こさないためには禁酒をするっていうのはなかなか難しいかもしれないですが、やっぱり飲みすぎっていうものはいけないので、そこら辺はちょっと気をつけるようにしてみてください。そして4つ目がブドウ糖果糖液糖と呼ばれるものになります。これね、皆さん何それって思うかもしれないですが、市販のジュースとかあとお菓子とかを見てください。必ずブドウ糖果糖液糖とか加工糖とかそういったもので書いてあると思うんですが、これ何かっていうと、まあ、お砂糖の一種っていうか、その甘味料の一種なんですけれども、昔はお砂糖ってねすっごく高価なものだったので、それを安く安価に作れないかって言って加工して生まれたのがブドウ糖加糖液糖になるんですね。少量でもものすごく甘いので、甘みを持たせるようなジュースだったりどんどん入れられるようになるんですけれども、やっぱり液体なんですよ、ブドウ糖加糖 液糖っていうのは。なので体に入った時に急激にバーンと血糖値が上がるんですね。なのでその血糖値がバーンと上がった時に、それを抑えるようなホルモンが出にくくなると、ずっと血糖値が高いままだと、これは慢性炎症につながってしまうんですよ。じゃあ先生、ブドウ糖加糖っていうとフルーツに入ってる加糖もダメですかって言われるんですが、フルーツっていうのはその加糖だけじゃなくて食物繊維とかいろんなものが入ってるじゃないですか。実は果物に入っている加糖をブドウ糖加糖と同じだけ血糖値が上がるように取ろうとすると、まあまあ食べなきゃいけないんですよ。だから果物の甘みだけを取ってきて
その血糖値が急激にドーンと上がりやすくなってきているというのがブドウ糖カット液糖だと思ってください。自分では分からないです、どれがお砂糖の甘みなのかとかも。なので私はたまにだったらいいと思うんですけど、子どもたちに食事を与える時だったりとか、何かジュースとかお菓子を買う時っていうのは、それを極力入ってないようなものにします。自分自身もそれをちょっと避けるようにはしているので、皆さんも、まあ、なかなか難しいと思うんですけれども、ちょっとラベルの表示を見てそういうものがあるものは、体の炎症を抑えるためにはちょっと避けるようにしましょう。続いては加工肉になります。さっきのね、超加工食品の一つ代表的なものになるんですけども、例えばハムとかソーセージとか、そういったものを加工肉というふうに言います。実はお肉を高温に調理するときに生成されるような物質だったり、あとは加工肉の鮮度だったり防腐を上げるために入っている硝酸塩と呼ばれるものは、体に入ってしまうとですね、少量だったらいいんですけど、結構大量に入ってしまうと体に細かい炎症、微細な炎症を起こしてしまって、慢性炎症が起こるということが分かっているんですね。なので全く食べない方がいいというわけじゃないんですけども、ベーコンとか、あとはハムとかソーセージとかを毎食毎食食べている、あとは加工肉っていうのはミンチ肉みたいなものもそうになるので、そういったものよく食べてますっていう人は、体の炎症が起こりやすくなっている状態になっているかもしれないので、気をつけるようにしてみてください。まとめると、1つ目がオメガ6系の油、2つ目が超加工食品、そして3つ目がアルコール、そして4つ目がブドウ糖加糖液と、5つ目がハムとかソーセージとかっていう加工肉になります。どれもね、世の中にこう溢れているものになるので、なかなかゼロにするっていうことは難しいです。だけれども、何を食べようかなって思った時に、急いでたりとかね、どうしても外で食べなきゃいけない時以外はちょっと意識をしてチョイスしてみていただけると、体の慢性炎症を抑えることによって体調も良くなるし、それで体調良くなるっていうことはお肌の状態もね良くなりますので、見た目も良くなりますから、ぜひそちらを試してみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように皆さんに美容や健康について分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったら登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。